はい、皆さん、ポジネガチャンネルです。はい、今回ね、ポジネガは政治も何も関係なくて、まあ関係あるのかわかんないけど、とにかくね、学校の勉強と実際の話をしたいんだ。これね、俺 の実体験からしててすごく面白いね。僕のことを知ってる人たちは僕が理系か文系かわかるでしょって言いたいんだけど、知らない人たちがやたら、まあ、誤解をするかもしれない。またオールマイティに思うかもしれない。僕の学生時代に含めてね、理系とか文系ってどういうことかってことをやってみたいんだ。人生って面白いですよ。そんなことも含めてね、アメリカ住んでる私が、みーちゃんと一緒にね、そういうこと2人と学校の勉強のこと、みんなよく聞いてて、役に立つのか、今の先生も含めてね、昔の先生もね、ということで、こっちでいろんなテレビ見ててもすごく思う間違ったニュースみんな聞かないように ね、 そうね、デタラメ多いですから。はい、神田がさんの言ってることが一番正しいかもしれないということで、予言者みたいなものですね。行ってみましょう。はい、それでは、こじねがチャンネル、今日も元気にいきましょう。はい、でね、まずみんながよく言うのは、柳田さんは、どんな学問をしてたんですかっていうと、ゆうちゃんが昔ね、いや、少林寺やってたんじゃないですか、大学でとか、そんなバカなこと言うわけだよ。専門があるわけだよ。少林寺の話ばっかりじゃないですか。いや、だからそれは俺がやった部活の話でしょ。なんか逃げ出して、なんか、少林健康でね。だからさ、部活の話とかさ、自分のスポーツ。その話が一番濃いから。うん、でも、実際僕は、理数系の典型的な人間だったの。小学校からずっと。あと、河原で爆弾作って、なんか。まあ、爆弾じゃないんじゃない、俺はロケット作ったつもりだったんだけどね。まあ、そんなことじゃそれ関係ないんだけど、まあ、結局ね、理系なんですよ。で、実験が大好きで、科学とか物理とか専門学、そういうのを実験ばっかりしてた。だからもう典型的な理系。だから30ぐらいまでっていうのはね、本当に文系全然ダメで、英語ダメで、当然ね、社会科、国語大嫌い。今考えちゃうとおかしいと思わない？ね、政治経済社会とかそういうところに精通して、アメリカで生活して英語を使ってね、そう、それで、日記あれだけ書いてる、国語本も書いてるでしょ、そういう人間なんだよ。これおかしいよ ね、 うん、だから学校教育の時にこれ言いたいのはさ、なんで俺がそういうね、文系の学問を嫌いになったかってことなんだよ。教え方がダメだった、やっぱり先生がダメなんだ、はっきり言ってことなんだね。うん、で、今やっぱり問題になってくるのは、例えば英語を教えてる先生いるよね。あ、英語は言われるよ、こっち来て。これごめんなさいねって言いたいのは、俺英語の先生と友達なんで、あれだけど、英語の先生、英語喋れなすぎる、あとね、こっち来てね、指摘されるのがね、日本の人たちの欠点はまず R がダメだって言われて、ね、巻き舌にしちゃいけないで、学校で教わったのが否定されて、いや、だから学校で教えてることってのは、うちのじいさんもね、母方のじいさんも英語の先生だったんだよ。もともと九州の仙台高校の校長先生やってて、それから城北高校に来て、東京のね、私立城北で英語の先生やって、最後終えたんだけど、まあね、海外に一回も行ったことないんだよ。だから英語の本を読める人なんだ。生の英語の音は知らないよね。知らない。だから英語の本が読める人で、まず発音なんか絶対教えられないね。じゃあ文法の、だから今日ね、今日というかこれを収録した日に鳥小屋の人たちと話してたんだけど、イルマっていう、インビジブルイルマっていうね、ピアノ弾きにリクエストしても、俺たちの発音だと通じないの、そう、ね、曲が、ね、だからどんなに勉強してても通じないんだ、発音、ネイティブじゃないから、で、人間の舌を小さい頃から中学校ぐらい英語を習うところまでに日本語の舌しか教えられてないから、英語は小学校からやんなきゃいけないんだよね、音なんだよね、でも私小学校やってたけどな。だから今日来てる、だからあなたなんかはショーやってて実に聞きやすくて悪くないよ、だけど今日来てた日本に小学校の6年間いたっていうさ、外人がいたんだけど、もう日本語うまいなと思うんじゃないね。だって普通の日本人かと思っちゃった。そうそう、ちょっとだけ舌巻くけど、ほんのちょっとね、でもほとんど気にならないよね。あんな、口に口内炎できたのかもしれない。歯がガタガタに折ると比べてあるって感じで、あれが音が一緒なの、まあ本当にうまかったよね。うまかった、まあだから、あと前ほら柳田さんのショーの時にいた日本語うまい子たち、あ、はいはいはい、あの人たちもうまかったね。あれはやばいよね。私、日本の人いるかと思ったよ、あれ。そうそうそう、本当にうまかった。でも今日のが一番うまいよ。あの子も、前の子もうまかったけど、今日のは相当うまかった。やっぱりこう、子供の時に染みついた。そうだからね、学問のあり方ってどうかなってことは、なんで興味がなかったかって、政治経済になんで興味がなかったかってことは、リアルタイムで今の政治を言えないから、政治経済って興味がないんだよ。そうね、私もなんか歴史とかも面白くなかったっていうか、そうね、教科書見てやってても線引いてこれ大事とか、だから歴史なんかも大嫌いで、もうどうしようもないんだよ、歴史とかね、大嫌い。だから俺国立大学行けなかったんだけど、結局どこで好きになったかって、三国志でやったからね。あ、なるほどね。
で、まあ、30ぐらいの前後の時から一回病院に入院してね、三国志が好きだったんで三国志全部読んで、うん、あとはそれまではもう中国志なんか嫌いだから徳川家康ぐらいだったんだよ、うん、でもやっぱ漫画の方が読みやすいじゃん。まあね、うん、それが本を読んだ、それが先ね、それがあってから俺は日記とか長文書けるんだった、うん、で基本的にはね指で手で字を書くってことも今俺否定的で、うん、要するに綺麗な字って書けないから、うんうん、それとかもっと言うと漢字の読みとかかなとかね、あれもねちょっと否定的でね、うん、送り仮名とか誤字脱字で OK の人だから、うん、そんなもんさオートで直しゃいいんだけど、うんうん、まあね、だから本当に英語も国語も日記をもう国語とかもう社会科英語ってひどいもんだった。そっか、価値を感じなかったから。なるほどね、だから学校の先生が教えてて価値を感じなかったらもうおしまいでしょ。そうね、うん、私価値感じる感じない以前によく分かってなかったね。うん、小学校とか早生まれたやつは。あ、そうかそうか、うん、だから全然ついてきてなかったからさ、うん、4月1日でピリじゃん、うん、3月31日の次で、だから内容に多分ついてきてなくて、うん、よく分かんないけどなんかいたって感じ。あ、そうか。今もの授業は同じようなもんだけど、まあだからさ宗教の、まあ、でもね分かってくると面白くなるから、うん、美羽ちゃんなんかすごいのはさ、この政治の話でテレビで政治の番組とか見るから政治すごく詳しくなったよ、うん、やたら詳しくなってるね、世界情勢も、うん、身近なことっていうかね、うん、デイブ・スペクターより詳しいよね、現場のこともあるよ。デイブ・スペクターダメすぎるから、まあ本当にね、いろんなことを考えた時に今の日本を知ったりとか、まあ、そのために、うん、学校の社会科教育はダメだ。そうだね、全く役に立たないね、うん、そうそう、やっぱりこう大人になってから本当の歴史はこうだったみたいな本を見つけた時に、だから地理なんかもね意味なくてさ、海外旅行に行く時に初めて地理勉強するんだよ、地球の歩き方とかルールとかないので、 そ, う、ね、うん、そんなもんだよね、うん、地理もつまんなかったな。だから俺ねフランス興味はないんだ、フランスで立ち寄ったぐらいしかないんで行ったことあるけど、うん、だから今回フランス行くじゃない。で今回一番すごく困ってるのはさ、フランスのレクチャーが中心になっちゃって、あパリがね、うん、パリパリね、パリだけね、うん、そうそうパリだね、1カ所だけだけど興味ないの、あの国社会主義だから、うん、そかそか、だったらそんな3日もいたくねっていうのは正直なんだけど、うんうん、だから興味があれば研究する、でも仕事があるんだったらパリを研究するし、うんうん、まあ、そういうことがあった時に、だから社会科でどうしたらみんな興味をさせ持てるように、うん、国語の興味を持てるようにとかさ、読書感想文とかひどかったよ、前も話したけど、これ。つまんなかったな、読書。で、先生がさ、この本を読みなさいって、感想文出しなさいって、ね、で、何ページ以上何ページで、ちょっと待ってくれって、なんでこんなつまらないものをね、読んでって、でもう書いたんだけど、読んでみて、最初から愕然としたら、とにかくつまらないって、意味がない。内容はないって、俺だったらもっといいこと書くし、こんなの感想文なんかできるわけないだろって、ボロクソ書いた、うん、だって褒める必要ないじゃん。まあそうだよね、うん、感想を書けてたら人間失格とか、うん、そうそう、人間失格なんてお前が失格だよって言ったよ。それこそまあ感動しないもんね。夏目漱石だって、我が輩は猫であって俺は違う、俺は違う、猫の視点から見たって言うけど、猫って生き物よく知ってるからそうじゃないなってことわかるよね、うん、猫はバカだから頭良くないから可愛いけど、うんうん、犬の方がいいからね。我が輩は犬である方が、もっと人間的な感じになる。そうかもね、気使ってるところとかね、牛であるとかさ、牛肉になるまでの3年間とかね、うん、そんなこと言ったら、うん、だからさ、まあ変な話だけど、それぐらいにね、学校の教育ってのはもっとさ興味を持たせるようにしなきゃいけないの。だから読むものをこれを読みなさいってやって ね、うん、で1年の時なんかそれこそ咲いた咲いた桜が咲いたとかさ、それで字を覚えろって無理だよ。でひらがなから教えるのもダメ。だってひらがなって手におかしかないじゃない、うん、だから子供が漢字の中で読んだよ、でがあ読めた、俺じゃ分かんないでしょ。ところがカタカナだったらカルピスとかさ、まあ、そうだね、単語になってるからね。カタカナから教えなきゃいけないのに、戦争終わった時カタカナは外国のあれだってんで、戦争中に禁止してひらがなした。あとローマ字っていうものがさ、あれ最低ね、ローマ字は最低、うん、あんなことやるからみんな英語が苦手になるだと思う、うん、私は子供の時さ英会話教室に行ってたから、うんうんうん、もうほらアルファベットの単語で覚えてたから、うんうんうん、逆に小学校のローマ字が戸惑ったけど、いやーねー、でも1年しかやんなかったからそれでよかったんだけど、うん、本当にあれは困ったもんですよ思うけど ね、うん、まあでもねそんなこと言ってるけど、まあ僕らはね要するに学校時代勉強ができなかったら成績が悪くても社会では通用するだけの立派になるための方法があるということで、うん、だから本当に美羽ちゃんの英語は今すごいし ね、うん、ね、で本当本当俺もだってあんだけ英語が苦手と思えないぐらいに日常生活やって、実はね英語で喋ってる人たち、日本語で喋ってる人たちでしょ、日本語を英語に変えるのすごく得意なの、うん、通訳できるのだから、
うん、要するに日本人をこう言ってるよって、うん、逆は苦手なんだけどね、あのボキャブラリーが多すぎるから、でも一番短い英語でできるでしょ、だそうなれたっていうのもやっぱりこっちの生活だし、ということでね、時間になっちゃった、はい、うん、はい、また来週ポジネガ、あ、何がポジネガなんだろうな、やっぱ学校の勉強ポジネガ。この番組はあなたの街のエンターテインメントウィザードインがお送りしました。